見知らぬ住人の怖い都市伝説。カセテ開花のベランダに落ちた洗濯物を取りに行っただけなのに、どうやら干していた洗濯物が下の階の部屋のベランダに落ちてしまったようだ。呼び鈴を押すと、若い男性が出てきたので、ちょっと驚いた。それでも彼は笑顔で洗濯物を取ってきてくれた。その晩のことだ。部屋のチャイムが鳴って出ると、真下の階の部屋の女性だった。ベランダに見慣れぬ洗濯物が落ちていたので、上の階に聞いて回っているというのだ。それは確かに私の下着だった。昼に回収したつもりがまだ他にも落ちていたのだ。昼間はどうも。とお礼を言うと、女性はキョトンとした顔をした。この集合住宅は女子学生専用だが、てっきりご家族のお兄さんがたまたまいらっしゃっていたのだと思っていたが、その女性は一人っ子だという。彼氏を部屋に呼んだことはないし、なんなら女友達も部屋には呼ばないという。だとしたら、あの時私が会った男性は一体誰だったのだろうか。それでは解説しよう。彼女は知らなかったが、その男性はベランダ伝いに登ってお目当ての女性の部屋の洗濯物を物色していたのだ。その最中に彼女が帰宅したため、慌てて下の階のベランダに降りたのだ。降りたその部屋のベランダの窓の鍵が開いていたので、中に人の気配がなさそうなのを確認して侵入して隠れたのである。すると部屋のチャイムが鳴った。玄関の覗き穴で見ると彼女だったので、てっきり顔を見られたのだと思い、部屋に引っ張り込んで始末するつもりだったのだ。ところが彼女は一瞬驚いた顔をしたものの、洗濯物が風に飛ばされて落ちてしまったようだと話し始めたので、とっさにこの部屋の住人の家族のふりをしたのだった。ということで、女子専用マンションの2階以上の部屋でも安心はできないものなのである。これは一部始終を見ていた僕だけが知っていることなんだけどね、などと言っているうちに、そろそろお昼寝の時間なのでここまでなのにゃ。